進め。はい、
Oh, God.
speak. Sigh.
そこで何が起きてる？
Oh!
見つからないようにしなくては。
αυτός έστει κλέπτης, ως δια των υποκτών κλέπτη του χάρη του έθνους. Κράτε την τάξη, ότε είναι εν στρατεία εξεγύμναζον τους χαρίσους. Αφετό του σέβασε την κιστόν. みんな警戒してるな。Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε των τραγωδοποιών.行くぞ。はい。Sora.
ゼウスよ、助かった。君がいなかったら死んでいたよ。運が良かったな。知り合えて嬉しいよ。私はエピ、本当はエピゼロスだけど、友人からはエピと呼ばれてる。まあ友人なんてものはいないけど。アレクシオスだ。光栄だよ。見たところ世界を回る旅人のようだな。あんたは見たところ本を読み漁る読書家のようだな。らしくないのは分かっている。でも発見の予兆があったら足を運ぶしかないだろう。私の持っているミュケー内の石板は聖なる墓地遺跡への導きなんだ。私はその遺跡を神託館の洞窟と呼んでいる。すごいもん。ミュケー内人は複雑な墓地に貴重な宝を収めることで知られていたんだ。貴重な宝？古代の宝石とか儀式用の剣とかさ、とても価値のあるものだ。護衛に来てくれたら見せてあげるよ。貴重な宝があるって言うんなら断れない。運命の女神が君を使わした。だからこうして旅をしている。シャレがわかるって有名な女神だからな。英雄よ、君に出会えて嬉しいよ。それはよかった。で、あんたは巻物を調べるのか？違う。いや、それもするけど、土の中も探るんだ。農民のすることだろ。我々の歴史を明らかにするんだ。いつか、いや、願わくは今回、古代の謎が解明されるぞ。言いたくないが、泥まみれの時なんて誰も見向きもしないぞ。私はこれに人生を捧げているんだ。そこいらの財宝よりずっと価値がある。そうか。古き謎を解き、新しき道を伝えることが我々の役目だ。あんたら知識人の役目か。過去を気にしない人たちもいる。わずかなドラクマを求めて盗みを働く人たちだ。想像できるかい？信じがたいな。農業者はみんな財宝狩りか芸術品の密売人だよ。ところで貴重な宝石があるらしいな。こういう遺跡や遺物は見つけにくいものなんだ。私は独自の調査と推論で見つけ出したけどね。もっと教えてくれ。ミュケー内人の儀式は独特だった。神々が作った品に関する物語もある。ああ、神々は何かと手を出したんだ。考えても見てくれ。戦ってる時に神の助けがあればどんなにいいか。たとえ神々の助けであっても良き戦士には必要ない。もっともだ。だがここで何が見つかるか考えてみろ。力のある何かが見つかるとでも。ほら、どうだ、興味が出てきただろう。ああ、確かにな。トロポニウスの信託館だ。コスモスの門徒はここでも活動してるのか。なんだ？下がれ。この場所に引きつけられているようだ。これは予想外だな。これはあんたが言ってた例のやつと関係があるのか。ミュケー内人か？一体どうやって知ったんだ？トロポニウスと関係があるに違いない。彼らを観察すれば何か分かるかもしれないと。分かった。俺は奥を調べる。この石碑のかけらを持っていけ。これと同じ文様があるか調べてほしい。なんてことない埋葬地だ。ラバが異常に敬われてる。
石碑のかけらを置けそうだ。これは予想外だ。邪魔なものがあるな。思ってたよりも複雑だ。これはいい。さて、何が？動かない。何か邪魔してるな。戦士の像だな。エピーの石と同じ文様だ。エピーが見たがるだろうな。
この場所で間違いないが、残念なことにすでに荒らされてた。見つかったのはこの鎧だけだ。それは極めて重要だぞ。ミュケー内は戦士の文化だった。だからここは戦士の墓のはずだ。ならまずまずの成果だな。他にないのか？あれは石碑のほんの一部に過ぎない。他にも見つければ文章を解読できるかも。それでもっと鎧が見つかるかもな。あんたの言う石碑の残りはどこにある？場所の手がかりを見つけたら、残りの石碑のかけらを探してくれる気はあるかい？残りを探そう。素晴らしい。さあ、この文様を調べなきゃな。中に入ろう。まさかこの石碑のかけらが鍵になるとは思わなかった。全て揃ったら何が起こるんだろうな。石碑の一部しかなくても文書の解読は始められる。何とある？神々のだと思う。本当か？この間は泣いて助けを求めたくせに。そんなことはない。かけらは全部必要になるだろう。これによるとどうやら石碑のかけらは意図的に分散されているようだ。待て、もう一つあるぞ。根についてな。すごい素質があるぞ。鎧と一緒に出てきたのか？そうだ。石碑と鎧は対になっているに違いない。だがなぜだ？この部分は儀式について書かれている。バラされた鎧と石碑のかけらがこうなった理由はわからないな。儀式の一部だったのかな。他の石碑のかけらも見つけないと。準備はいいかい？見つければその次もってわけだな。よし、行こう。鍵となる石が全て揃ったとしてもわからない部分はあるだろう。あんたを信じるぞ。ああ、信じられないことが書いてある。原初の神々の、ああ、原初だと。興味深いな。ああ、古代のものだ。だが、ただの戦士の祈りかもしれない。私もそう思ってた。この部分を読むまでは。続きが？儀式が開始されると書いてある。何の儀式だ？わからない。何かを起こすには全ての石碑の用意を整える必要があるって意味じゃないかと思う。失われた欠片の場所はわかるか？この文章は読み解くのが難しい。警告のようなんだが、オリオンの墓を探索するときは気をつけてくれ。わかった。暗黒の時代はすでに過去だ。なぜ振り返る？過去には真実と知見がある。例えばホメロスもよく物語の中で我々の過去について語っているだろう。土とややこしい言葉の中を掘り進むのが望みなのか？私の役目は古代人に命を吹き込むことだ。協力する仲間はいないのか？全くね。やり方が特殊すぎるんだ。あんたが正しければ尊敬されるようになる。行ってくる。異物に囲まれて感動的だよ。
お疲れ。Yeah!
らっしゃい。また来てくれ。
何しに来たか知らんが遅すぎたな。みんな死んだか正気を失った。よくわからないが誰にやられた。わからない。私と仲間たちはこの場所に引きつけられた。だがそこで正気を失った。私たちは秘宝をめぐって争い、誰かがそれを奪って逃げたんだ。石碑か。洞窟を調べてみろ。そこに隠れてるはずだ。注意しろよ理屈が通用する連中じゃない火を消さなければ。
何か邪魔してるな。
何らかの形で影響を与えたのか。ここには真実が隠されてる。ああ、血がついているのか。他に傷はない。これが語りかけてくるって人たちがいる。ありえるか。奇妙だな。私には何も聞こえない。君は盲言か。次のかけらでもっとわかるかもな。これはきれいにしないとな。残りは大丈夫だといいが。よし、残りを探しに行くか。同業者たちもようやく私の言い分を聞くだろう。儀式が何かを指導させると書いてある。だが何を。全てのかけらを手にしたら何が起こるんだ。財宝へと導かれるのか。意味がわからない部分もあるな。この一節は価値について語ってる。他には。この一節は内なる資格について言及している。でも意味がはっきりしない。ほとんど理解できてるじゃないか。何が不満だ。何か自分に語りかけるような声を聞いた人がいるらしい。だが私には何も聞こえないし、何も感じない。これは重要な発見だ。自分でそう言っただろう。どうして他人なんかを気にするんだ。分かっている。論理的観点に基づけば重要だ。だけど私が体験できないとしたら、
価値についての言及は私はふさわしくないという意味だったら、神々の方が俺たちにふさわしくないのかもしれないぞ。まだ終わってない。成り行きを見守ろう。そうだな。気を取り直して集中するぞ。そうしよう。これじゃないか。ああ、素晴らしい。気合を入れろ。石碑はあと一つだ。そうだな。オルコメノスの町に神殿がある。港の近くだ。そこで見つかるだろう。残りはあと一つだけだ。それが終わったら儀式が始まる。何の儀式でもな。準備はいいか。気合を入れろ。石碑はあと一つだ。そうだな。オルコ。Τοχών παραδειγματισμού ένεκεν. Ότι ούτε σπίστη. それというものがないのかしら。この神殿には古代の価値ある遺物が収められていたのに、ならず者が全て奪って火を放ったのよ。痕跡を消すために燃やしたんだ。罪人は神聖な品を目いっぱい抱えて町に向かっていった。
多分物乞いの住処のあたりに向かって行ったんだと思うわ。この壺は火事の前に壊されてる。ボロボロの布切れ、服が裂けてるやつを探せばいいのか。
最後の石碑のかけらを見つけた。鎧も全て揃ったな。興奮が止まらないよ。ああ、これで人生が変わる。原初の神々、価値、内なる資格、一体何を意味するんだ。まあ解読が終わればすぐにわかるさ。ああ、その通りだ。石碑を組み合わせなければ。行こう。これは偉大な発見の始まりだ。神々は私たちに話しかけるだろうか。何を言ったらいいかな。彼らは何を言うだろう。どう思う。あんたがそれを読めば。ああそうだよな。うん。内なる資格、原初の神々の贈り物を持つ者だけが偉大なるディプシオイの力を振るう価値のあるものとみなされる。ディプシオイ。なあどう思う。これは驚いたな。私にはわからない。何の変化も見えない。最初に来た時と全く同じだ。周りを見てみろ。何も見えない。何が見えてるんだ。この部屋が命を宿した。神々が語りかけてくる。何だって。なぜ私には何も見えない。なぜ神々は私の前に姿を現さないんだ。誓って言うが俺には分からない。私に価値がないからか。君には内なる資格があるのか。不公平だ。エピ、あんたには墓があるし、まだ新たな発見もあるだろう。もういいんだ。一人になりたい。どこかへ行ってくれ。私にはわからない。Thank you.
Thank you.
ションも面白いな。